よろしくです。スライドバイっていうのを使います。でちょっと練習しないとすぐ下手になっちゃうっていう、スライドバイです。今日もちゃんとできるかどうか。で歌うのは、皆さん多分乗馬線使ってる人いるでしょうけど、俺はあんまり乗馬線使わないんですけど、乗馬線の近くに住んでるんですね。で乗馬線がうるさいっていうのがあってですね、それを歌にしました。乗馬線の歌番線がうるさくて、
の音が聞こえねえ。まったくうるせえ、うるさくて聞こえねえ。おりゃガタガタゴトンゴトン、うるせえ常磐線。近所トラブル、トラブルはもう嫌だ。おやガタガタゴトンゴトン、うるせえ常磐線。でも常磐線が走ってないとなんだかとても寂しいの。踏切もとても長いのです。